法律上は誕生日の1日前に、年を取る。壁ドンは、暴行罪になる。バールやマイナスドライバーなどを理由なく車に積んでいると、軽犯罪になる。行列への割り込みも、軽犯罪になる。会計時にお釣りを多くもらい返さない場合、詐欺罪になる。 未成年で結婚すると成人と扱われ、すぐに離婚してもそのまま成人として扱われる。無断で友人の SNS にログインすると、不正アクセス禁止法違反。ギリシャではレシートをもらわないと、違法になる。香港では、妻が不倫した夫を殺しても罪に問われない。 ただし素手で殺す必要があるインドではビニール袋を使うだけで罰金になる。